はい、では、えー、スピーカーの方は画面と音声をオンにしていただいてもよろしいですか。はい。はい、大丈夫ですかね。はい。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、では、えー、視聴者の皆さんに。 挨拶からちょっと始めたいと思います。えー、はじめまして、えー、MSD 代表のマスターです。えっ、ー、と、本日は、えー、私たちが見た青年海外協力隊、教育リハ栄養に関して、っていう形のタイトルで、えー、お話をしていただきたいと思います。で今まではどちらかというと、まあ、医療でもそのセラピスト、あの、PTOT が、 多くであとはアスリートとかもちょっと私の方ではお呼びしてたんですが今回は栄養士の方であったりとか教育に関わってる方をお招きしてあのお話を進めていきたいなと思いますのでよろしくお願いしますちょっと簡単に緊張を取るのにちょっと挨拶だけしましょうかじゃあ檜口さんあのか簡単でいいので後で詳しくしていただくので。はい えー、日野口奈央です。青森出身です。よろしくお願いします。はい、お願いします。では、山本さんはい。あ、山本さくらです。よろしくお願いします。はい、お願いします。では、山崎さんはい、えっと山崎ゆうとです。よろしくお願いします。はい、お願いします。といったメンバーでえっと始めていきますので、えー、よろしくお願いします。 でではですね、まあ、簡単に私の方もちょっと自己紹介させていただきます。まあ初めましての方も多いので、えー、お話しさせていただきたいと思います。私は今、ちょっとタイにいまして、えー、MSD という形でタイと日本で、まあ、法人の方を、えー、立ち上げました。で今、実際タイにいまして、えーまあ、ロックダウン中なんですけどちょっとあのもしかしたら1か月 1>, 1ヶ月非常事態宣言が延びるという話をしているので、まあ、結構ね、あのタイムをタバタしております。で、まあ、主な経歴としてはいろいろはしょりますが、い、ま、ろ、あ、んな日本では、えー、病院勤務であったりとか、あとサッカーチームのトレーナーをし,したり、まあ、たまにこう授業を教えに行ったりとかっていう形をしていました。で、タイに来たら、えー、日系企業の健康のサポートであったりとか、あとまあサッカーの、えー、代表 とかあのまあビーチサッカーとかいろんなところのちょっとこうコンディショニングトレーナーとかもしています。でまあいろんな障害者サッカーの代表もしてたり、えー、まあ、エステサロンに何か技術サポートとか、あとまあ胸帯のトレーニングサポートみたいなことをいろいろさせていただいていました。 でまあ、こういった形で MSD のブロードキャストという形でいろんなスピーカーの方をお招きしていろんなお話をしていただきながらこういろんなね海外の情報とかあとはまあこう一流のこう例えばサッカー選手とかを読んでまあどういった仕事の取り組み方をしているのかとかまあそういったことをねお話しさせていただく機会を作っておりますというのがまあ私の簡単な紹介で。 したのでまあできるだけねあの3人のお話を聞いていただきたいと思いますので、まあ、そちらの時間にねしたいと思いますで本日ですが、まあ、音声をミュートビデオオフっていうことを確認してくださいでもし何かトラブルがあればチャットで私たちにあに、のー、ご連絡いただければと思いますで今回ですね、あのー、今までどちらかというとセミナーで皆さん何かを伝えるみたいなこうコンセプトで やってたんですが、まあ、結構今回のちょっとこうコロナウイルスの影響でこう全てこうどちらかというとこう人気を追えれなくてちょっとこう志半ばなこう方もいまして、まあ、やっぱいろんな悩みとかもっとこうしたらいい,いいのにって思ったけどうまくいかなかったとかあるのでその辺りをこうアドバイスもらえたらなと思ってますそのアドバイスっていうのをちょっとこうまたお話ししていただくのに、まあ、もしよければ、まあ、顔も見せて。 音声もオンにしてもらってみたいなこともね、後でできればと思ってますので、えー、よろしくお願いいたします。では、早速ですが、井ノ口さんから、えー、今からちょっとこう活動報告および、まあ、いろんなね、こう自分がやってきたこと、準備してきたことについてお話ししていただきたいと思います。では、井ノ口さん、よろしくお願いします。えー ヒラーって。画面の方。表示されていますかね。大丈夫ですか。はい、見てます。はい、大丈夫です。はい、大丈夫。ですでは、私から始めていきたいと思います。えー、日野口なおです。よろしくお願いします、えー。私たちが見た青年海外協力隊ということで、えー。ボリビアにいた栄養士のお話をしていきたいと思います。 まずは目次なんですけれども自己紹介、国紹介、町紹介、勤務先紹介、活動紹介、課題という流れでいきたいと思います。えっと、私、実際2ヶ月しかボリビアにいなかったので紹介がほとんどになってしまうんですが、えー、ちょっとでもボリビアのことを知っていただければ嬉しいです、はい、ではまず自己紹介からしていきたいと思います。 名前は日野口奈央です。今年26歳になりました。青森県出身です。好きなことは旅行裁縫料理ですで。持っている免許が中高家庭科の教員と栄養教諭、栄養士の3つになっております。で大学卒業後は学校の栄養士として2年間働いていました。え給食運営と献立を作成したり、栄養の授業をしに学校に行ったりしていました。 その後、社会人3年目は中学校の家庭科の先生として1年ぐらい勤務しました。でその途中で青年海外協力隊に応募し、2019年度に自治体として派遣され、えー、今年入って1月の7日に出国したばかりなんですが、えー、出国してボリビアに行きました。でそのの内容というのがボリビアで ボリビアのトリニダードという町にある日本保守病院といって在家が建てた、えー、妊産婦用の小児科用の病院なんですけれどもそこでのお母さんたちへの栄養指導が要請内容となっておりましたではまず先に国の紹介からしていきたいと思いますボ、えー、リビアの紹介なんですけれども写真の通りにウユニ塩湖が あるところがボリビアですで日本からというと大体30時間のフライト時間になります。私が行った時は実際2日間行くまでにかかりました。で位置的にはブラジルの隣にありまして内陸国になっています。大きさは日本の3倍人口は日本の10分の1言語はスペイン語ですね。 で宗教はカトリックがほとんどなんですが、まあ、出会った人の中に仏教ですっていう人もいました後の話につながっていきますで経済状況は GDP1 人当たり36万円なんですが日本の場合422万円なので、まあ、日本よりも10分の1以下の経済状況だと思ってもらえればと思います。はい 地球の真裏でも実は近いボリビアと日本なんですけれども戦後、日本の経済政策で、えー、日本人を海外にこう移住させるっていう政策があったんですがその移住先の中にボリビアもありまして1899年に日本人がボリビアへ移住したんですね。でそこでできた集落が沖縄っていう村とサンファンという村が、えー、できたんですが今でもあります。 でその沖縄とサンファンから私の勤務地であるトリニダードにも出稼ぎで日本人が来ていましてでこの写真の子どもたちはそこのトリニダードにいる子どもたちなんですがひいおじいちゃんとかひいおばあちゃんが日本人ですっていう子たちなんですね。でトリニダでもあのほとんどスペイン語なんですけれども道端で突然こんにちはとか。 ありがとうってこう声かけられることもあったりして結構日本人にはこうあちらも親近感ありありでこう話しかけてくる方が多かったです。はい、でこういうふうにお寿司なんかもあっちでいう寿司っていうとこの寿司巻き寿司になるんですが、えー、こういう食材なんかも沖縄とサンファンで作られているので実際買うことができます。日本食も作作ろうと思えば作れる 感じですねでこういうふうに日本語に興味ある人も結構いて日本語を勉強している人も割と多くいました、はい、で次に働いてた町紹介なんですけれどもこういうふうにトリニダードといってアマゾンの森の中にありますで日中は常に30度超えで夜も暑苦,、ね、苦しくて眠れないという日が多かったです でこの森の中に実はインディアンが住んでおりまして、こういう形で、うん、と上はまあお祭り用の衣装なんですけども、下の写真のような人たちも、街の中にたまに来たりしているのを見ます。でも、この人たちはスペイン語を話せないので、あの現地の言葉で、あで、身振り手振りだけでこうコミュニケーションを取っているような形でいますね。はい で交通手段として、あ、ごめんなさい。こういうふうな沖縄にちょっと似た感じの雰囲気がトリニダードですで。ヤシの木とかココナッツの木は道端に結構ありますね。で交通手段としては、バイクが主となっています。車よりもバイクの方が主流になってるんですけれども、なのでこのバイクタクシーっていう、バイク誰でも持っているので、バイクタクシーっていう職業あるんですけども、 バイクタクシーの人たちが割と貧困層が多いらしく、1日の,あの給料が750円ぐらいらしいんですが、まあ、そういう人たちが貧困層としています。はい、あとは食べ物なんですけども、これ、スーパーの写真なんですが、野菜がほとんど置いていません。 で肉、乳製品は生産しているので多いんですが、野菜だけは生産できなくて、暑いので生産できなくて、週に2回の輸送販売のみになりますので、スーパー行けば割とこうやって悪くなっちゃって置いている野菜も多くで、冷蔵庫とかもあまり持っている人がいないので、野菜は取りづらいという実態になります。あと まあそういう実態があるので野菜食べ慣れていない人とか調理法を知らまず知らないって人が多いです街、はい、の中に川がありましてこういうふうに牛が野生の牛が入ってきちゃったりとかっていう川があります夜にはここでワニが出るそうなんですが昼間は大人も子どももこうやって一緒に遊んでいますで川があるので、まあ、マスみたいな魚などは 取れますで小魚も取れます、はい、あとちょっと料理の紹介なんですけれどもちょっと写真を見てもらったら分かる通りご飯と唐揚げみたいなこういう料理が昼食として、まあ、普通に出てくるので基本的に野菜がありません、ね。これも病院食なんですけれども病院食でもあまり野菜を使えないような状況ですね。 で芋とかバナナの頻度が高くて、えー、ビタミン類の不足が目立ちますねで。炭水化物と脂質でほとんど栄養を賄っているっていう状態ですね。あとは味の方はしょっぱいか甘いかっていう極端なところで味を決められているのであまり日本みたいなだしを使ったとか香りを使ったというなんか複雑なこう美味しさっていうのがなく甘いかしょっぱいか がま美味しいか美味しくないかを決めているような形です、はい。では次に勤務先の紹介になります。えー、私の働いている病院はまこんな感じで日本母子病院といってじゃいかが建てた病院になります。で中がまこういうふうに開放的な作りになっているんですが、はいだいたい民家とかのお家もこういうふうに。 外とつながった開放的な作りになっているんですね。で、この病院は入院患者100人程度です。で、その中の割合多い多く割合割合を多く占めているのがこの低体重出生児と低栄養の子どもたちです。で、このほとんどがさっきちょっと紹介した低所得層のあのバイクタクシーの子どもたちだったり、えー、インディアンの子どもたちだったりっていう。 多いですはい、でみんなこう結構重篤になってから来るので骨と皮状態になった子が来たりあとはその脂質ばっかりとっててもう栄養バランスがめちゃくちゃな感じで来てで食べ物の好き嫌いもすごく激しかったりという状態で来るので結構病院でこの食の困難に打ち当たっている子たちが多くいます。はい、で,そのでどんな活動をしようとしてたかというと。 えー、あ、皆さんまず調理室の実態から説明していきます。栄養師が二人いるんですね。あとは調理員さん十人です。ね、私の毎日のルーティーンをちょっと紹介しようと思うんですが、これマサコでゆかっていう料理なんですけれども、長いもとあの星肉を油で揚げたものをつぶして形取って、また油で揚げたっていう料理なんですが。 これとチョコラテですね、チョコをお湯で溶かしたもの、これがだいたい朝ごはんとして一般的にありますので、まあ、ここでも野菜不足なんですが、この朝ごはんを、えー、朝行ったら必ずみんなでテーブルを囲んで食べます。朝ごはんを食べた後にカルテの共有をして、患者さん一人一人の状態をチェックして、医者と看護師、栄養士で、その今日やることを決めて、あの 朝のうちに決めていますあとは私はそれを見学した後に調理の参戦といって調理場に行って一緒に調理します。でこれはちょっと掃除とあの料理を一緒に同時進行で行っているのでちょっとここも改善しなきゃいけないなというところでもあるんですがはいこれが日常ですで。こんな感じでちょっと料理をして調理をしている状態ですね。 であとは栄養指導の見学なんですが、1回だけ栄養指導させてもらったことがあって、こういうふうに、この親子は糖尿病の息子さんを持ったこの親子なんですけども、1年以内に日本に行きたいということで、日本食での糖尿病で気をつけることっていうのを、ちょっと食育の授業として、ま、やりました。はい、で普段はこういうふうに野菜、 野菜の料理もあるんですが調理員さんも野菜料理結構嫌っているのであのこう栄養士さんがもしいらっしゃったら見たらえこんな状態で料理するのっていう思うかもしれないんですがこ、まあ、こんな感じででれは日常です、ね、で調理員さんでさえ野菜料理結構嫌がるので、まあ、一般の人はもちろん野菜を手にしたことがないって人も若い人ではいっぱいいました。 で週,週に1回、病院に入る野菜の量なんですが、1, 回あ週,にあと1週間分というと、大体3000食分なんですけども、3000食分でこの野菜の量なので、まあ、結構少ないんですねで。野菜も結構高いので、病院でも使うのを躊躇するような形になっています。で実際、私が予定していた活動なんですけれども、えー 私の担当者の栄養士さんが、食育にずっと昔から興味があったみたいで、私が前職で学校で働いていたということも考慮してくださって、5月から、本当は町内の学校を回って、食育の授業をやっていく予定でした。あと、学校の,その昼食っていうのが、日本みたいな給食がないので、学校の近くの商店で、昼食を買って、 でその置いている昼食っていうのも揚げパンだったり、もうほぼお菓子、もう砂糖いっぱいのったようなパンばっかりなので、そういうのとコーラっていうのが一般的、あとはお菓子、普通のチョコレートとかを昼ご飯として食べている子どもたちがほとんどだったので、そこの献立考案っていうのも、えー、活動の予定にありました。はい、で課題なんですけども、えー、私その、 コロナのおかげで3月に2か月しかいなく帰ってきたので実際できなかったけどやりたいなって思ったことがこちらなんですが、まあ、紹介した通り全体的に肥満と糖尿病になりやすい食事がとても多いんですね。なのでまず学校への栄養教育を導入したいなっていうところとあと味が本当に濃い料理ばかりなのでまず住民の味覚検査をしたいなと思いまして。 その味覚検査から実は自分の舌って健康的な舌じゃないのかもしれないっていうのを知ってもらうところから健康意識を高めたいなと思っていました。でこの3つ目の3つ目が皆さんにもアドバイスいただきたいところでもあるんですがそもそも野菜の摂取が難しい地域であるので野菜自体あの輸送販売なのでとても 遠いところバスで車で10時間から20時間のところから輸送販売されるので、とてもその分、やっぱちょっと高くなったり、買っても悪くなりやすいんですね、で悪くなりやすい割に、冷蔵庫持ってるお家が少ないので、野菜の保存方法がちょっと難しいっていうところなので、低所得層ほどやっぱりビタミン類不足しがちになります。 で、そこをちょっと改善したいなと思っておりました。もしアドバイス思いついた方あればどんどんいただければと思います。はい、こんな感じでモヤモヤしたまま帰ってきちゃったんですが、ぜひ皆さんのお力も借りて、今もあのー、連絡を取り合って活動していけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、以上で私の発表は終わりになります。ご清聴ありがとうございました。 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃ、続きましては。はい本さん、えー。続いて、はい。はい、では、お願いします。はい。はい。じゃあ。はい、画面共有できてますでしょうか。 はい、大丈夫です。はい、はい、それでは、えー、続いての発表に移らせていただきます。えー、私の方からは、えー、教育をテーマにですね、えー、青年海外協力隊の、えー、活動を通して、えー、見えてきた世界の現状であったりとか、えー、活動を通して感じたことなどを、えー、お伝えできればなと思います。 はいえー、本日の発表内容はこのようになっております。えー、少々盛りだくさんになってますので、えー、途中駆け足で進むこともあるかと思いますが、よろしくお願いします。はい。は、え、じ、ー、めにですね、自己紹介をさせていただきます。えー、山本さくらと申します。えー、出身地は新潟県です。 えー、協力隊に参加する前は教員をやっておりまして、えー、昨年の1月から協力隊員としてタイの方に派遣されております、えー、職種は青少年活動でして、えー、子どもたちの、えー、健全な成長であったりとか教育、心身のケアなどに携わっています。はい 続いて、隣、えー、国タイの紹介を少ししていきます。えー、タイはですね、えー、日本から約6時間の、えー、フライトで行ける東南アジアの国の一つです、えー。同じアジアの国として、まあ、ご存知の方も、えー、多いと思います。えー、近くには、えー、ミャンマー、ラオス、えー、ベトナム、カンボジアなど。えー 結構皆さんが知っている国もたくさんあります。えー、物価も日本の3分の1程度なので、えー、旅行先として選ばれる方も多いかなと思います。はい、そんなタイの魅力といえばなんですけれどもまずはきれいな海ですね。えー、タイはですね、一年中気温が30度前後。 あるので、いつでもこの綺麗な海を楽しむことができます、えー。聞いたことがあるかなと思うのが、まあ、プーケットとかサムイ島とかピピ島など、えー、有名なビーチリゾートがたくさんあります。えー、それから、えっ、ー、と地元の人が集まるようなヒ島、えー、と呼ばれるところも、えー、たくさんあります、えー。それから食事ですね。 えー、タイは、えー、食料自給率が、えー、2018年度時点で156%ということで、日本の約5倍くらいですで。家で自炊するっていうことがほとんどないので、えー、と写真、右上の方ですね、右上の方のような、えー、屋台で、えー、みんな好きなおかずを買って、家で食べたりで、お店で食べたりっていうことが普通です。 えー、職場でもですね、昼食時はみんなで買ってきた、えー、ものを持ち寄って一緒に食べたりします。えー、フルーツも安くて、えー、一年中おい、えー、しい果物を、えー、食べることができます。えーっとですね、タイ人はほとんど、えー、外食という話をしたんですけれども。 え写真、右下の方ですね、写真ある通り、えー、基本的にあの先ほどの檜口さんの話でもあったんですけど、野菜というよりはお肉とか、味が辛くて濃くてっていうものが多くって、こういうのを食べた後に、えー、っとに、一番右側の写真のような甘い甘いドリンクを飲んでっていう,こうループに陥りやすいです。<laughs> でタイは暑いので至る所にカフェがあって、えー、とこういったタピオカドリンクなんかも今どうだろう約70円ぐらいで一、えー、杯飲むことができちゃいます。はい、それでは、えー、次に首都バンコクをご紹介します。えー、バンコクはです、ね、仏教国、タイらしいたくさんの寺院があったりとか。 あとは伝統的な踊りを楽しめるショーがあったりとか、あとは夜景を楽しめるようなスポットがあったりとか、えー、日本食はもちろん、ですね、えー、いろんな国の食事を楽しめるお店があったりします。なので、まあ、世界各国からたくさん観光客が毎年訪れています。 本当にタイトルにもあるんですけれども24時間、本当に明かりがつきっぱなしのようなにぎやかな街です、はいえー、ただ、こういった観光産業によって経済発展が進む中で、えー、首都の中にはもちろんなんですけれども、えー、周辺の地域にはまだまだ貧困で、えー、苦しんでいる方たちもいます。えー、タイの北部 えー、ミャンマー、ラオス、カンボジアなどの国境が面しているところには少、えっと、数民族の方々がまだたくさん住んでいまして、えー、学校に行ったことがない子どもであったりとか、えー、親がバンコクに出稼ぎに行ってしまって家では1日1食の食事をしていたり、えー、十分な医療が受けられないような、えー、高齢者の方々もたくさんいらっしゃいます。 本当に裕福な人たちっていうのはほんほんと本当に一握りで、えー、その格差が縮まらないっていうのが現状です、えー、そういった中で、えー、実は、えー、ある犯罪に巻き込まれている人たちが、えー、後を絶たないという現状があります、えー、例えばですね、 左側から見ていくと、えー、外国人観光客相手にですね、えー、売春をするような未成年の対人少女たちであったりとか、えー、国外からですね家政婦になれるというふうに聞いてやってくる少数民族の女性たちであったりとか、えー、それから騙、ま、されて。えー タイの農村地域で働いているカンボジアの人たちであったりとか漁船の上で、えー、死ぬまで働かされるようなロヒンギャ難民の男性たちであったりとかこういった方々がいますで彼らは、えー、今回メイントピックにもなっているんですけれども、えー、人身取引の被害者たちになります。 で人身取引というのは一体どういうことかというと簡単に説明しますと、えー、搾取を目的として暴力や脅しえー、騙しなどの手段を使って人権を、えー、侵害するような行為です、えー、種類としては、えー、労働搾取、えー、性的搾取、えー、臓器売買などがあります、えー、前のスライドで説明すると 対、ね、人少女たちがこの性的搾取というのに当てはまりますで残りの3つがです、ね、労働搾取というものに当てはまりますで実際はこういった労働搾取でえ国外から騙されて連れてこられた方々の中にもえ後に性的搾取の被害に遭われる方もいらっしゃいます。 ですねえー、未成年の場合はたとえ,ー、例えこう自分が望んでこういったことに関わったとしてもすべて被害者ということになっていますさまざまな事情がこのように絡まって、えー、こういった被害者が減らない現状があるんですけれども、えー、タイではです、ね、こういった被害者の方々を守るような法律、えー、施設もたくさんあります。 えー、こちらが私の活動先である人身取引の被害者保護施設になります、えー、場所はですねバンコクから、えー、約400キロほど離れたタイ北部の、えー、ピッサヌローク県というところにあります、えー、ちょうど地図でいうとピンクの丸で囲まれているところになります、えー、この施設ではではすね、えー ま、全国で被害者保護施設は、えー、8か所あるんですけれどもこの施設ではタイ北部17県の、えー、この青い部分ですねこの17県の中で保護された、えー、女性たちを、えー、見ています、えー、入所者は主に、えー、未成年なんですけれども、えー、外国から来た人の中には、えー、年配の方々も結構いらっしゃいます で主な取り組みとしては被害者の心身の安定を目指す、えー、心のケアであったりとかカウンセリングそれから、えー、家庭復帰、社会復帰を目指すための裁判の手続きそれから職業訓練学校外教育といったものがあります、はい、実際に、えー、どういった方々が入所してくるのかといいますと 本当に様々なんですね、えー。実際の被害を受ける前に、えー、保護された人たちもいれば、えー、何年も風俗店で働いていましたという少女もいたりします、えーで。被害者の背景なんですけれども貧困の、えー、子どもたちもいますし それから、まあ、家庭環境が複雑で、まあ、家にも学校にも居場所がなかったとっいうような子どもたちもいますで。特に印象に残っているのが、えー、写真中央右側の、えー、母11歳、息子3ヶ月というふうに書いてあるんですけれどもミャンマーから来た、えー、少数民族の、えー、親子ですねで。この子たちは もちろん言葉も通じないですしえ自分たちの国籍もわからないどこから来たかもわからないという状況でえ来たばっかりの時は本当に毎日泣いて震えているような状況でしたでこの子たちも、えー、バンコクで家政婦になれるっていうふうに聞いてきたんですけれども実際はその職員さんに聞きますとこういった子たちが 後に性的搾取の被害者になるケースが多いということで私も赴任したてだったのですごい衝撃を受けてこの日は本当に泣いたのを覚えています、はいはい、で実際に入所者は入所から退所までどういうふうなプロセスを踏むかといいますと。 えー、施設内で、えー、回復プロセス、えー、法的プロセス、評価プロセス、えー、といった3つの工程をクリアして対処までい、えー、きます、えー。対処後の家庭復帰、社会復帰を目指していくというのがこの施設の目的になっています、えー、入所後はですね、まず最初に、えー、心身の安定を図るために初期入所室というところに入ります。 えー、そこから、えー、職業訓練それ,、えー、それから学校外教育っていうのを選択して、えー、取り組んでいくことになります、えー、私が配属されていましたのがこの初期入所室という場所になります、えー、初期入所室ではですね入ってきたばっかりの子どもたちが、えー、いますので もう先ほどのように複雑な背景を抱えていたりですとか入所をしてからの集団生活にストレスを感じていたりですとか本当に毎日感情が揺れ動いているようなもういつ爆発してもいいようなもう不安定な状態の子どもたちがえ多いですね。でそこで、えー、初期入所室の活動として主に、 行ってていいたつつの取り組みについて説明します、はいえー、まずはです、ね、もともとあった朝の、えー、瞑想の時間にですね運動の時間を設けました、えー、これはですね、えー、体を動かすことが心の健康につながるっていうことを伝えたいよねということでカウンターパートと一緒に始めた活動になります。 えー、本当に最初は試行錯誤でもともと陽性に合ったヨガを教えたりですとか私自身もやったことがなかったような活動にさまざま取り組んでみました、えー、子どもたちがダンスが好きだったりとかするのでそういうのも取り入れたりしていましたあとはタイならではなんですけれども ムエタイの道具が初期入所室にも置いてありましてそういったものを使ってボクサーサイズなど簡単なエクササイズなども取り入れていました、えー、でもですね2か月間毎朝運動をしますので子どもたちも飽きてきたりとか 中には年配の方もいらっしゃるのでなかなか運動したくないという人もいて、えー、ちょっと壁にぶち当たりまして、えー、子どもたちが楽しいだけではなくて退所後もやっぱりルーティーンとして続けられるような活動はないかなというのを探し始めて、えー、一からスタジオを探してヨガを習うことにしました。 えとこの黄色いところですね、えー、実際に、えー、ヨガのスタジオに通って私も初心者から、えー、学び直しました、えー、実際に私も習ってみて自分自身のストレスマネジメントにもなりましたしヨガを通して、まあ、言葉や年齢に関係なく一緒に体を動かしたりすることで笑顔になれる ということそれって本当素晴らしいなっていうことに、えー、気づきましたね。はい、でここでの成果としてはまだ1年しか活動してないんですけれども、まあ、彼女たちが自分自身を受け入れる校庭、えー、にはやっぱり段階っていうものがあってそれに合わせた運動の指導であったりとか活動を行っていく必要があるなということ、ね、に気づくことができました。 はい、えー、もう一つの取り組みとしては、えー、人との関わりの中で、えー、子どもたちが、まあ、自他理解であったりとか自己表現あとはです、ね、相手を受け入れることを学んでいけるようなアクティビティの実施です。えーっとですね、小中学校での学級経営に用いられているような、えー、構成的グループエンカウンター、えー、ソーシャルスキールワーク ソーシャルスキルトレーニングなどの手法を用いて、えー、と活動を考えていきましたそれから、えー、せっかくあの各国からの入所者がいますのでいろんな言語を使った、えー、異文化体験であったりとかグローバル教育なども、えー、行ってみました。 で特に、えー、この中で思い入れがある、えー、活動は、この夢の木という活動です。でこれはオリジナルの教材で、えー、一緒に初期入所室で働いている同僚と初めて一緒に作った教材になります。でまあ、活動の内容としては本当に簡単で、えー、葉っぱの形に切った紙にですね、 えっと子供たち一人一人が退所後に叶えたい自分の夢を書いていきます。それを気、えー、に貼り付けていくという活動になります。本当に単純な活動なんですけれども、思いを言葉にしたりですとか、他の人の夢を聞いてシェアする。えー、この夢を一緒に育てていこうっていう気持ちを持ってほしいなと思って考えた教材です。 えー、入手者たちも最初恥ずかしそうにしてましたけれどもえっ、ー、と毎日見える場所に貼っておくことでこういった集団生活のストレスを乗り越えるような励みにもなったかなと思います、えー、それからですね、えー、写真の右側の方ですけれども、えー、やっぱり活動に参加できないような人たちもいてなかなか 輪の中に入れないような人もいたんですけれどもこの活動を通してえ自分もちょっとやってみたいっていうふうに入ってくれたっていうのがえ嬉しかったなと思いますはい、えー、最後にですね、えー、こうした活動を1年間、まあ、あと1年あるんですけれども1年間やってきてやはり限界を感じる場面も多くありました。 退所後には、えー、本当に悲しいんですけれどもまた同じような仕事に戻って被害者になってしまうということもありますでその中で、まあ、今の彼女たちにできることは何だろうっていうことを考え続ける日々でしたでタイを含むですね東南アジアの人々たちはですね本当に温かくて えと家族やです、ね、地域の人たちを大切にするっていういい国民性を持っているんですけれどもそういった国民性が、まあ、自分の自己犠牲につながっていってしまったりとかそういった被害を生むきっかけになってしまったりすることも実際にあります。なのでまずは子どもたちに、まあ、入所者の人たちには自分自身を大切にすること それから自分の幸せを考えることっていうのを伝えていきたいなというふうに思っています、えー、残り1年の活動ありますけれども、えー、2年目の活動目標としては、えー、加害者被害者傍観者が増えないようにこれから啓発活動などもやっていきたいと考えています、えー、本日皆様にアドバイスをいただけたらなと思っておりますが こういったネットワーク作り、えー、時間はかかるかもしれませんが、えー、これからやっていきたいと思います、えー、最後に今一時帰国中で、えー、私たちいない中でも活動を続けてくれている職員の皆さんに、えー、感謝したいと思います、えー、この写真はですね私のカウンターパートが帰国の日に送ってくれた写真なんですけれども こうやって頑張って続けてくれているっていうのを励みにですね、私たちも、えー、頑張っていきたいと思います。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、山崎さんに行くんですけど、あの日野口さんと山口さんと山崎さんそれぞれあの質問とかがね、あのしたいっていうことをまたあのチャットの方に入れておきますので、またそちらも。はい あの、またご覧ください。はい、ありがとうございます。山崎さんでは、どうぞお願いします。はい、お願いします。映ってますか。はい、はい、大丈夫です。はい、じゃ、あよろしくお願いします。で、えっと。私たちの見た青年会協力隊で、モンゴルについて話させていただきます。で。 今回の発表でモンゴルについてとモンゴルのリハビリについてこう少しでも知ってもらえればなと思うのでよろしくお願いします。で初めに自己紹介させていただきます。えー、名前は山崎優斗で、年齢は今年28歳になりました。で千葉県木更津出身で、えー、千葉君っていう,こうおへその辺りですね。でえー、職業、理学、療法士、趣味が野球、筋トレ、ヨガなどをしています。で略歴を簡単に言うと、えー、回復期病棟、 デイケア、総具外来で4年半勤務して、その後、青年海外協力隊としてモンゴルへ理学療法士として派遣されました。でモンゴルについて簡単に説明しますと、人口323万人、面積156万キロメートル、日本の約4倍の大きさに静岡県民が370万人なので、日本の約4倍の大きさのところに静岡県民が住んでいるような。 かなりこう人口密度が低くなっている国です。で人口密度としても 1km あたり2人、で日本が334人なので、かなりこう人口密度が低いことが分かりますで。日本からモンゴルへもえ直行便が飛んでいて、5時間30分程度でフライトして、思ったよりもこう行きやすいなという印象を受けました。 でモンゴルで行く前はモンゴルのイメージがこう全然分からなかったんですけどえついてみたらこう首都は、えー、こう高いビルがいっぱいあったりとかおしゃれなショッピングモールがあったりおしゃれな食事をするところがあったりかなりこう都会で驚きましたでそんな中で私が考えるモンゴルの魅力としては、えー、人と自然が魅力的だなと感じています で、モンゴル人に関して、えー、個人的な印象ですけど、親、えー、日の方が多く、いろいろモンゴル人について書いていたら、すごい量になっちゃったんですけど、その中でも、えー、特にこう紹介したいのは親日で、えー、モンゴルにいる間にこう、なんだ日本人っていうだけでこう嫌な思いをしたりすることはなく、みんなこう親しくしてくれてとても良かったです。であと、陽気な人が多くて、えー、お酒とかをこう、 飲むののががが好きな人人多多いいいで、で一緒にいて楽しい人が多いですで。女性が強いっていうふうに感じたのはえこの写真とか見てもらっても分かると思うんですけどえ学校の先生とか、えー、医者とか医療関係の人はほとんど女性が多くてで、あのー、普段のコミュニケーションを取っている時もかなりこうはっきり物事を言う女性が多いなっていう印象を受けました。えー、そ,のそういった一方、えー こう計画性に乏しかったちょっと中集中力が乏しいなって思う時もありました。でこの写真はその病院で、えー、バレーの大会をしたんですけど、えー、ほぼほぼこう練習をしないですぐ試合に行ったりとか、えー、試合のスケジュールが過密すぎて朝,朝から始めてこう夜中の12時まで試合が続いたりとうもうちょっとこう準備したりとかすればいいのになっていう風なところがあるんですけど。 えー、なんで一緒にいてこう大変な時はあるんですけどこう暖かく人間味があふれる、えー、すごい楽しい人たちが多いなって考えてます。で自然について紹介する中でこう何を紹介しようか悩んだんですけどこのモンゴルの大自然の中で乗馬をするのが本当に気持ちよくてこれだけでもモンゴルにこう来る価値があるなって思ってます。 でモンゴルってどんな国かっていう気候、食事、交通をあの紹介するとえ気候に関しては大陸気候でえ年中乾燥しており夏は20度から30度ぐらいで過ごしやすいんですけど冬はマイナス20度からマイナス40度かなり寒くなります。でこれはあの冬になるとモンゴルの川は寒すぎてほとんど凍っちゃうんですなんでその凍った川の上で写真を撮っている様子ですね。食食事に関してよく食べるものは えー、肉、小麦、牛乳などをよく食べて、えー、魚や野菜などはあまり食べません。でこれがモンゴルであのよく食べられている、坊主っていう、うん、肉まんみたいな、日本でいう肉まんみたいな、えー、中に肉が入って小麦粉を外から包んで蒸した料理になります。でこれがホウショールっていう、えー、日本でいう揚げ餃子のようなものですね。でモンゴル人はこの坊主とかホウショールを、えー、お昼ご飯にこう、 これだけ5個とかこれだけ6個とかそういう食べ方をする方もいてかなりちょっとこう野菜が足らないなっていうふうに思うときがありますで交通に関しては、えー、首都や地方では車移動がメインで、えー、モンゴルはやっぱ冬が少し寒すぎるので外を歩くのはかなり困難なので車での移動がメインになりますでタクシーも1キロこう5 50 5 0円あたりと安いので、えー、結構タクシーを利用する人が多いです でえー、そんな寒い、えー、肉中心の生活、そして、えー、もともと,ちょっと運動嫌いない面もあって運動不足の人が多くなり、えー、高血圧や高脂質で肥満などがあり、えー、脳卒中、糖尿病、で落馬やちょっとその馬のように車を運転したりするときもあって結構、運転が荒いので交通事故による骨折なども多く見られます。 でそのような患者さんに対するリハビリをするリハビリについては、えー、まずモンゴルのリハビリの歴史として、えー、に理学療法士が2011年から、えー、作業療法士が2018年からですね。で、えー、人数が100、まあ、理学療法士が176名、作業療法士が16名。で、国民10万人あたりの人口比率を見ると、えー、日本が94人に対して、モンゴルは5人。 えー、OT に限って0.5人とかなり、えー、まだまだセラピストが足らない現状があると思います。で男女比に関しては、えー、日本は男性の方が多いんですけどモンゴルはもう女性が86%とかなり女性が多い割合になっています。で、えー、学校に関しても4年生の大学はあるんですけど首都に1校のみ PT の学校 OT の学校1校のみですね。で日本は249校程度あるのでかなり差があるのがわかります。 でまだあのリハビリに対するガイドラインなども制定されていませんので治療に対して一定の保証などはされていませんでモンゴルのリハビリの課題としてまず人材不足で特に地方での人材不足が著名ですでまず人口比率的にもモンゴルは理学療法士が少ない状態で若者の地方離れがありますであと首都にしか学校がないのでそのまま首都で就職します でまあ、首都の方が給料が高いので、どんどんこう首都にセラピストが集まって、地方ではセラピストがこう不足している状態があります。であとは知識・技術不足もありますで。まだまだ歴史が浅いので、まあ、全体的にこう知識・技術が不足しているのと、あと大学や卒業教育の教育システムもこう不十分な面があるので、どうしてもこういい教育を受けられず、うん テラピストの質もどうしても上がるのが時間かかっている現状があります。でそれに対して青年海外協力隊の要請として、えー、地方にはリハビリの専門的な知識を持つ人材が少ない、で2015年より初代 JICA 青年海外協力隊の理学療師が派遣され、2017年には2代目 JICA 青年海外協力隊が派遣され、現在総合病院においてリハビリ普及の土台が築かれている。で 今後はその土台からさらに踏み出し、未だリハビリが浸透していない地域への普及にも取り組むことを期待し、要請を行ったとありました。で、えー、イメージとしてはこんな感じだと思っています。えー、初代の理学療法士が、えー、地方にリハビリというものを開拓して、えー、2代目の理学療法士がこう地盤を工事してであー、自分が3代目になるんですけど、その初代、2代目が積み上げてきたものの上に、さらにリハビリを上乗せしていくようなイメージだというふうに捉えました。 でえー、その地方の活動先の紹介です。これはあのモンゴルの、えー、国の地図なんですけど、ここに首都ウランバートルがあって、でそこから東へ600キロ、えー、飛行機で1.5時間、バスで12時間のところにあるドルノド県のチョイバルさんというところに派遣されましたで。人口7万人程度で、モンゴル第4の都市と言われています。で活動先の町を紹介すると。 ひ一言で言うとこう、程よく都会で住みよい町だなと思ってました。でこんな感じで町に、えー、マンションなどが建て並んで、立ち並んでこう住宅地のような環境なんで、あと町にこうほとんど何でも揃うような大きなスーパーがあったり、えー、かなりこう住みやすいんですけど、町中にこうやって牛,牛がいたりとかあの少しは、少し離れたところにこうモンゴルの昔ながらのゲルっていう。 あの家に住んでいる人たちがいてこうちょうどいいあのとても住みやすい街だなというふうに思っていましたで、えー、活動先の病院の紹介ですで活動先のドルノード県の総合病院は職員数500名診療科20科と、えー、ベッド数336と、えー、地域ではかなり大きい中核病院となっていますでモンゴル人かなりこう綺麗好きな中はこうかなりいつもピカピカに掃除されているのが印象的でした でリハビリテーション科の説明をします。でリハビリえー、モンゴルのリハビリは、えー、ドクターが診察や針治療などをします。で、えー、こう面白いなと思ったのがマッサージとか、えー、電気・温熱治療、吸、え、い、ー、と呼ばれるこう吸引療法などや、えー、酸素療法など、日本では理学療法士やこうリハジョスさんなどがやるような仕事も、えー、ほとんど看護師が行って、でこれも えっと、腰この人はそのすごいこうかなり腰痛の指導とかもキャリアがあってこうバシバシこう患者さんに指導しているのが印象的でしたで理学療法に関しては理学療法士や、えー、運動指導士と呼ばれる、えー、運動やこう体操を4年間大学で習った人が、えー、理学療法士と同じように、えー、リハビリをしていましたで、えー、リハビリ科の現状の評価として えー、いい面としては、まあ、基本的なリハビリはできている印象で、えー、地方だけどリハビリスタッフがちゃんと在籍しているでリハビリに必要なもの歩行器やこうベッドバランスボールなど必要最低限のものは揃っているなという印象を受けましたで、まあ、2台ボランティアが来たのでこうかなりこう基盤はできているなという印象を受けましたでその一方、えー、血圧管理などのリスク管理が不十分だったり 個別性に乏しく、ほとんどの患者に同じような内容のリハビリを行っているなというふうに感じました。であとはリハビリが必要な患者さんに、えー、全員リハビリが届いていないというふうに感じたので、えー、そこに対して、えー、アプローチしていくことと決めました。で、いざ活動をスタートして、えー、この時まだまだあの言葉、モンゴル語も不十分で、かなりこうコミュニケーション十分取れない状態だったんですけど、 こうリハビリのいいなと思うところはあの患者さんの体を触ればある程度状態が分かって、まあ、な,なんとなくなんとかリハビリをやっていける状態だったのでこうやってまず自分がやっているのを見てもらって学んでもらうでその後にやってもらってアドバイスをしたりしてスキルアップをしたりでこうモゴル人は人のものを見て真似るのがすごい上手だなと思ったんですけど自分でこう1人で行うのは苦手だなと思ったので。 こうやってなるべく同僚が1人で、えー、アウトプットできる環境を多く提供するように心がけました。で活動していったんですが、えー、早速こうぶつかった壁としてはやっぱり言葉の壁と文化の壁がありました。で日本でこう2ヶ月間勉強してからモンゴルに行ったんですけど最低限の会話ぐらいはできるかなとは思っていたんですけどやっぱりネイティブのモンゴル人の言葉を聞くと全然何言ってるかわかんなくて。 自分の発音も下手でうまく聞き取ってもらえずこう全然コミュニケーションが取れない日々が続いて失語の患者さんの気持ちがこうすごい痛いぐらいに分かったいい経験かなと思いましたで何が一番しんどかったってこうリハビリしてる時が一番しんどくて、えー、もっとこの運動をすればこの患者さんは良くなるのになって思ってもそのリハビリをうまく伝えられなかったりこの人は何のために 今後どんな人生を歩みたいんだろうなっていうふうに思ってもうまく聞き出せなかったりリスク管理の面なども考えてこう無難なリハビリがこう続いたのが自分の中ではかなりストレスでしたであと文化の壁に関しては、えー、患者さんもスタッフもと楽,観楽観的な人がこう多くてまあこういい面もあればやっぱり悪い面もあるなっていうふうに感じていて、えー、患者さんに対してこう なんでもっと患者さんのためにいろいろやらないのかなっていうふうに思うことも多くてただそれは自分が日本でやってきた日本の価値観だと思っていたのでそれをこういきなりモンゴルに来て押し付けるのもよくないなと思いつつも、まあ、実際に目の前に患者さんがいて何とかしてあげたいっていう,こう葛藤がかなり続きましたで活動開始から2から3か月後に言葉や文化の壁が の少しずつストレスが溜まっていってまたその後まだモンゴルの寒さにも慣れていなくて、えー、熱39度がこう何回も出たりとか夜間も2時間おきにこう起きちゃったりとか夜間不眠の状態が続いてこう精神的にも身体的にもかなりしんどい状態があってこう日本に帰りたいななんて思うことはないと思ったんですけど思ったりもしましたでそんな中でこう救ってくれた仲間や患者さんの声として、えー 困っったことがあるなら言ってくれよ協力するから黙ってると何考えてるかわからないよっていうふうに同僚のモンゴル人が言ってくれてで、まあ、正直この同僚のモンゴル人について悩んでることも多かったので <laughs> あのちょっともうちょっと考えてくれよと思う時もあったんですけどそう言ってくれたことですごい自分の身近な人にあの身近にあの力強い仲間がいるって思うとすごい心強くなってかなり心が救われました。 であと焦らずゆっくり頑張りすぎず頑張れなど、えー、日本の先輩方も声かけてくれてちょっと自分がこう無茶しすぎたなというかあの自分一人で頑張ろうとしすぎたなっていうふうに思ってゆっくりしようと思いましたで患者さんからも、えー、今後どうなるか不安だったけど話を聞いてくれて今後について説明してくれて心が救われたっていうふうにあの患者さんがおっしゃってくれてで自分自身がこう日本であの 患者さんの問診をしたりとか今後について説明したりリハビリの中でのコミュニケーションをかなり大事にしてやっていてでもそれがモンゴルに行ってモンゴル人の人にとっていいかどうかっていうのはかなり不安だったんですけどこうやって自分がやってきたことをいいと思ってくれてる人がいるっていうことでかなり心が救われていきましたで、えー、ちょっとずつ体と心の調子が良くなって地域の活動にも取り組んでいきました で今のモンゴルの現状として地方にはリハビリが必要な患者さんが多くいるけど、えー、地方の小さな家庭病院には理学療法士がおらず、えー、地方の患者には十分にリハビリが提供できない環境がありますそしてどうやってその地域の患者さんの家にリハビリを届け合うかとカウンターの同僚と話して、えー、自分たちが総合病院から直接患者さんの家に行くのではなく、えー、総合病院から家庭病院や個人病院と呼ばれる モンゴルの,その小さな病院、日本でいう町の診療所みたいなところの、えー、医師や看護師に医学療法を教えて、でそ,の人たちをにその人たちが、えー、地域の患者さんの家にリハビリを提供できるようにしたら、えー、自分たちだけで行くよりも数多くの患者さんにリハビリを届けられるし、えー、自分の活動が2年間経ってるのが分かっていたので、えー、活動終了後も継続してリハビリが届く可能性が高いなと。 考えましたでそれに対して、えー、家庭病院の医師看護師に向けてリハビリの研修会を行ってきましたで同僚の医師やあリハ科の医師や同僚なども、えー、巻き込んでいって一緒に資料を作ったり発表してもらうことで、えー、インプットとアウトプットを両方するようにしましたでこう時間にルーズだったり集中力が続かないとかこう日本の研修ではなかなかこう考えられないこととかもあったんですけど まあなんとかあの同僚たちと励まし合って感想をしましたで。その研修に参加した医師や看護師とともに、えー、田舎に住む患者の家に訪問してリハビリを実施しました。で今後の活動として予定していたのが、えー、疾患、脳卒中や腰痛の予防に関する動画や介助動画を保健局の Facebook で配信したり あとはその理学療法士が少ない問題を解決するために、えー、中高生を対象とした理学療法士の啓発活動を実施する予定でした。で地方の理学療法士を増やすためにこうど,のようなどのようにしたらいいかなどのアドバイスなどもあれば聞ければと考えています。えご清聴ありがとうございました。はい ありがとうございますでもあのすごく3人とも分かりやすかったのでもちろんこちらもねあの普段こう聞けないことだから勉強になりましたでもしちょっとまあ時間的にはねもう過ぎちゃったんですけど、あのー、もしこの今日来ていただいている皆さんの中で、まあ、何かこの 質問事項に対してなんかお答えできたりとかこうアドバイスできる方いましたらぜひねあのちょっとこうお答えしていただきたいなと思ってますでもし私できますっていう方いらっしゃったら、まあ、チャットでもいいですしもう音声ミュート外してもらって直接こうお声かけしていただいても構いませんのでもしよろしければこう手を挙げるという機能を使っていただくかもうそのままミュートを外して喋っていただいても構いませんので。 お願いできますでしょうかもしいましたら一応あのいただいてる方もいらっしゃるんですねもしいましたらそのあたりはちょっとお願いしたいと思いますでもし、えっと、逆に質問も同じような形で、えっと、3人の方に質問したい方もいれ,ばいればお話ししていただければと思いますいますかねななかなか なかなかこう話するのが恥ずかしいっていう方もいるので、一応いただいているアドバイスをお伝えしてもよろしいですか、<laughs> あの事前にあのお答えしていただいている方がいます、えー、モンゴル、山崎君の前任者のものですと、えー、<laughs> あのもしね、いましたら、そのままあの調べっていただければかまい,いんですが。 自分も赴任中、町の学校でリハビリに関する啓発活動を行いました。僕がやらせていただいた学校では、啓発活動は、対象は学生、目的は将来のリハビリに関わる人材の獲得、でリ,ハのリハビリにつきたいと思わせることを狙いとしましたということです。で具体的な内容は、業務の説明、国の教育体制、現在の PT 状況と日本との比較。 で今、その必要な職業ではまだまだこのリハビリは足りていないということをとにかくアピールしましたということをちょっとこうやったというふうに言っていただいております。ありがとうございますなので、こういった本当に経営発活動というのはすごく大切だなというのはすごく今回も僕も見て思いました。結構、ね、本日はあの他の国に 行かれている方や、えー、すごくねたくさんいろんな <laughs> 国のところで働い,て働いておられた方もいらっしゃるので、まあ、もしねなんかあの自分の国ではこうでしたよっていうのも受け付けていますのでぜひ在家活動された方途中の方これからの方言っていただければと思います。えー あエクアドルの方、実際これあのマイク外して言っていただいても変わらないですよ。こんばんは、増田さん。はい、こんばんはあ。エクアドル派遣されてました、山田と申します。すみません、文章打ってました。いえいえ。日野口さんに、僕もサンファンと沖縄行ったことあるんですけど、まあ、みんなやっぱり。 野菜食べないですね、やっぱりこう、味が好きという、味、濃い味とショップ、しょっぱ味と辛い味しか食べないので、うん、でもなんか野菜に、何でしたっけ、誰か言ってたんですけど、野菜の、その彼らに合う味を、やっと食べてくれるみたいに言ってましたけど、例えば、まあなんか、マーボー、マーボーナスみたいな感じで、うん、彼らの合うような味で野菜を作ったりとか、うん、野菜炒めっていうんですか、中華系の。 あ,あっちに中華系の店はいっぱいあると思うんですけどそういうボリビア人に合うようなご飯とかをあの中国人が上手に作ってるのでそれを真似したら、まあ、味は濃いですけど、うん、1あの一つの方法なのかな食べてもらうってことに関して言うならええのかなと思いますちょっと僕も料理が上手じゃないのでうまく言えないですけど、うんまあ、エクアドルも同じような感じで、うん、あのそうですね 野菜は食べないので、あまり。でも、中華料理とかで食べる人が結構いたので、そんなのもありなのかなと思いました。うん、はい。ありがとうございます。うん、はい。山田さん、ありがとうございます。えー、そうですね。あとはこう質問も実際、ちょっと聞けるので、質問もちょっと、えー、お話をしていただければと思うんですけど、 ちょっと山崎さんのところで、モンゴルと日本でのリハビリの概念や主義の違いがありますかという話来ています、はい、そうですね、はい、えっと、日本とモンゴルのリハビリの概念の違いは、えっと、日本だったらこう、単位とかあると思うんです、1単位、2単位とか、で決められた単位の中で理学療法をやっていったり、作業療法をやっていくと思うんですけど、モンゴルはまずその単位っていう概念がないので、 概タイタイっていう制度がないので何分やろうがこう自由なので、うん、そ,のその時その時の,そのセラピストと患者さんの状況とこう気分によっても結構治療が変わっちゃうので、うん、そこはこう一定の治療を患者さんに届ける必要があるなっていうふうにも感じましたで、まあ、治療の内容としてはほぼこうモンゴルの大学は日本の群馬大学 を参考にしてこう学んでいるので、やってる内容としてはこう日本の、えー、理学療法士のこう1、2年目とかこう大学で習ったような理,理学療法をよくやってるなっていう印象を受けました。ありがとうございます。そのね質問された方から、協力的なカウンターパートをより多く見つけるために市の校長先生が集まる教育委員会に参加していましたと。 そういったところで啓発したい内容のプレゼンを行ってカウンターパートを募集して意欲的な方にはこう必要であれば啓発キットを渡していますというコメントもあるのでまあ本当に仲間を見つけるっていうのは大事ですかねこう海外に行ってそうですね確かに他のお二人とかもどうですかやっぱりこう協力者っていうところではやっぱそこに助けられることっていうのが多いですか 山本さんんはい <laughs> すすませんそうですね私なんかは本当に特殊な職種なのでなかなかその自分の施設の、えー、外で活動するっていうことはないんですけれどもその実際に私もそのヨガを習いに行ったりだとかそういった機会を使って、まあ、こういう人たちがいるんだよっていうのを伝えていく中で。 ま2年目の活動として、そのヨガの先生がまあ、ワークショップみたいなのを施設でやってくれたりとか、そういう話も、ね、つながってきたりして、まあ、自分が動くことも大事なのかなっていうふうに感じてます。はい、ありがとうございます。日野口さんいかがですか。<laughs> まちょっと2ヶ月の間でなかなか難しかったかもしれませんが。そうですね。 えー、私も病院に勤務なので、まあ、きょ本当は教育栄養教育の方を行く予定ではなかったんですが、まあ、その担当してた栄養士の人がカウンターパートが食育を昔から興味あったということで、まあ、学校にもやっていきたいっていう話から結構どん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 進んで教育委員会みたいなこう町の教育委員会みたいなところに話がいて。 じゃあ、学校教育しようっていうことにもなったので、まあ、そういう意味では、うう外とのつながりで、こう。いろいろ活動につながる予定だったなと思って、はい、いました。はい、ありがとうございます。うん、またね、ちょっとこう、今回、まあ、はじめこう、打ち合わせの時から。もしかしたら、今日は時間がないかもっていう話をね <laughs>。あの、うん、いいことを全部言えなかったり、まあ、アドバイスもらえる。時間が少ないかもしれないって言ってたんで。 またぜひ逆に今度はあのディスカッションみたいな形でちょっとこうより実際なんかどういったことを困ってこういうアドバイスをもらえてみたいなちょっとこう機会を作っていこうと思ってます、うん、すいませんはいあどうぞ自分の問題を伝えてもいいですかあどうぞあの私の右側の足が麻痺しています麻痺 <あ>右側の足がマーです。はい、歩くときは大変です。はい、私のお母さんがここに参加し,してみたらどうかとおすすめしました。はいはいはい。 今はど,どちらに一応お名前ちょっと伺ってもよろしいですかはい私はビルグントールとしますモンゴル人です,うんです、ね、今モンゴルに住まれてるんですかそう<あ>なるほどそれでお母さんの方から、えっと、これを見たらどうですかっていうお話があったんですねそう <laughs> なるほど <laughs> あの例えば住んでる場所とか地域とかで山崎さんわかるところってありますかそうですど、どこに住んでるんですかウランバートル。あ、ウランバートルですあ,あ、そうなんだ。えっと、そうです。ウランバートルで、えー、病院に見てもらったりはしたんですか今から3年前くらいかな、<laughs> 病院に行っ,て行ってみました。<laughs> <laughs> でえっとウランバートルだったら、えー、最近は本当にあに第1第2第3の国立病院あるの分かりますか1回だけ行ってみたから、うん、よく分からないですそうなんかあのー、私も地方に住んでるんでウランバートルのことはそこまで詳しくないんですけど 1> えっと、第1、第2、第3の国立病院は、えー、け1回こう見学した時も理学療法も結構こうしっかりやってる病院が多かったので1回、その国立病院に見てもらえば、えーまあ、いいリハビリを受けられるんじゃないかなと思うんですけどどうでしょうか。うん そうですねあとでもう一度メールでやり取りしましょうかはいあのえっ、ー、と私のほうに多分あのメールやるのでまあ、そちらまたあの送らせていただきますで 山崎さん、またちょっとあとで一緒にお話ししながらはいはいそうそうあの対応できたらなと思いますのではいお願いします、はい、ちょっとまたあとで後ほどあの送らせていただきますはいお願いします <laughs> はいすいませんでしたではえっとちょっと本日はですねあの3人の方にお越しいただきましたが またちょっとあの改めてお話今日のお話も伺いながら、えー、いろんなアドバイスとしていただければと思いますので、えー、今日は3人の皆様ありがとうございましたありがとうございましたいま、はい、ではですね、えっと、少しまあ今後あの今回青年海外教育隊のお話があったんですけど、まあ、他にもえっといろんな青年海外教育隊のお話とかいろんなちょっとセミナーのことに関してはお話を し本日は、ね、逆にこのっ、えー、と英語のセミナー英語を習慣化するセミナーとかもしてるので、まあ、もしそんなのもこう興味があれば、えー、と来ていただければと思います後であとでもし参加できるって方がいたらあの URL を送ってあこのチャットのところに送っておきますのでまたコピーして貼り付けしていただいたら9時から入れて 入れまますすので、し、ま、しくお願いしますで明日ですね、明日が、えー、あれ、ここじゃないな、ちょっと待ってくださいね、ここじゃない。明日が、えっと、水曜日ですね、水曜日に、えー、インドの渡辺さんと、えと、ー、 丸本さんですね。お話ししていただいて、ウズベキ、こ,こですね。協力隊セラピスト同士のお話をしていただきます。ベリーズの丸本さんとインドの渡辺さんの対談がありますので、えー、29日の19時半、こちらまた興味のある方はお話ししてください。で、えっと、来月ですね、5月に、えー、実際サッカー選手と、えー、協力隊という、ちょっとこう異色のコラボの、えー、日があります。 実際こう協力、あの海外でスペインでサッカー一部で活躍する野口選手と、えー、林さんと美咲さんというこの2人の作業療法士のお二人がえと対談するという話をちょっとこう比較しております。で実際、本日野口さん来られてるんで少しお話ししていただいてもよろしいですか。はい。はい えー、今日は貴重なお話ありがとうございました。えー、と今私はスペインでスペインの1部リーグで、えー、サッカーしてます野口彩香と言います、えー、今度5月4日に、えー、と海外青年協力隊のお二人と、えー、セミナーやるにあたって私も海外青年協力隊がどういう活動をして実際どういう問題が起きているのかを全く 知らなかったので、えー、今日は本当にいい勉強になりました。ありがとうございました。五、はい、月四日もぜひよかったら来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。野口じの,のさん急ですがありがとうございました。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> まあいったこういった形でいろんな方に来ていただいて、いろんなこう活動とかがこう知ってもらう機会になればなと思っています。で今日もあの PTOT だけで始まったこの企画ですが。 こういったいろんな方が来ていただくことでもいろんな人に届ければなと思ってますのでまた皆さん今後も、えー、いろんな活動とに興味を示していただければと思います。と、はい、いう形で本日はこれで終わりにしたいと思います。では3人の方、あのー、ありがとうございました。あありりりががととううごござざいいい、いまままましした。た。た。はは <laughs> メール送ります。<laughs> はい それでは、えー、とこれで手を振って終わりたいと思いますのでよろしくお願いします。